矢島さん、ピヤピヤピヤ、世界で唯一ですね。はい、世界で唯一、そうですね、この格好は。ベロンベロンに酔っ払ったんですよね。ベロンベロンでしたね、工藤官九郎さんから。あ、そうです、工藤先生、そうでした。仲良くなったのかっていうことなんですが、はい、いやそれがね、はい、一緒に寮行かせてもらって、はい、僕がメレンゲの気持ちっていう番組で、はい、竹山の方にお越しいただいて。そうなんですよ。何年ぐらい前でしたでしょうか。いつでしたっけ。2010年か9年か。ということはもう今年10年、はい、11年目どちらかというぐらいの。でも本当衝撃的でしたね。イカをね、船の上で生で食べ出したじゃないですか。なんかガブガブ食べてましたけど、動揺しすぎて、イカを食べちゃったんですね。生きてるね、イカを。朝だって4時とかですよね。4時ぐらいですね。女島さんほとんど寝ずに。そうです、だから僕ね、もう本当にすごい眠かったの覚えてます。あら、うん、そうでしたか。でもそれで目覚めたっていうか、目が覚めましたね。ごめんなさい。いやでも、はい、自分はですね、魚島さんが平べったい魚選ばれて、はい、手に持ってらっしゃって、ギョエーと思って、魚島さん、はい、なんともないんですかってシーンって、もうしびれ鰭を持ってらっしゃったんですね。でしびれ鰭ちゃんはもちろん電気でドーンってしびれちゃうんで、はい、魚島さん、なんともないですか。なんともないけど何って、ね、それしびれるはずなんですけど、はい、早く行ってよって。そんなの関係ないですね。いや、そうだったんですね。あとヒラマサを僕が、ヒラマサ、そうなんです。こう結構、こんな重量級のやつをこう持って、あってしばらくしてから、さかなクンに、肋骨折れますよって言われたんですね。早く言ってくださいよ。ごめんなさい。そっからずっとね。そっから、魚島さんが食事でも行きますかって、声かけてくださったり、はい、相も変わらずこの格好で行くと。そう、初めてお会いした時、この格好できたんですね、レストランにね。びっくりしちゃって。お好み焼き屋さんに、お好み焼き屋さんにね。周りの人もなんかロケが始まるのかみたいな感じでしたもんね。やめたね。で、一回空港で、そうなんですよ、空港で。で、私、空港ではさすがに目立っちゃいますんで、はい、ほっかむりをしてるんですけど。この上に、ニットみたいな、はい、ね、頭に。ボコボコなっちゃったか。ボコボコのニット。もう、魚島さんに羽田空港で湧いてきたことに嬉しくて、はい、魚島さん、魚行くでしょ。わかるかな、わかるかな。これやんなくてもわかるから。いやでも魚島さんが、はい、フナッシーと3人で食事しますかって声かけてくださった時は、はい、フナッシーさんが来るの、はい、って思って、あの時はなんていうか、魂の方が、ベロンベロンに酔っ払っちゃった。ベロンベロンでしたね、あの時ね。米を素手で食べ出しましたからね。いや、ごめんなさい。あの時はもう魚島さんと負けちゃいらんないぞと大吟醸をギョブギョブいただいたら、もう帰りのバスでベロン。いや、いつも、俺的には結構いつもそういうイメージですよ。あ、そうです。気をつけます。いや、いいんですよ。今日のギョラボはどっちから、このギョラボは、この、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ、こちらの方から YouTube もやってらっしゃるっていうのを知って、はい、これはちょっとぜひ一緒にやりたいなっていうことで、感激であります。はい、お願いさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、こちらこそ。新たなチャレンジを、はい、ミュージック、ミュージック、ミュージック、はい、もう歌と踊りを、歌と踊り、本当に今日が初めてなんですよね。だから、はい、大丈夫なのかなっていう。大丈夫です。4、3、2、ホタルイカ、ピカルイカ、ピカピカイカピカ、ピカルイカ、明るイカ、ピカピカイカピカ。なんかこういうコラボができるっていうのが、今までからキャスティングされる方なんで、自分からね、こうやってオファーができたりとか、やってみましょうよっていうのが、こう実現できるっていうのが、まず、いや、すごいなと思ってます。番組を作っていらっしゃる制作チームの皆様にも、はい、魚島さんとギャラボさせてくださいって言っても、なかなかなんないですよね。本当に僕の目の前でね、プロデューサーの方とかに電話するんですよね。あ、すっげえ、皆さん、魚島さんと仲いいので、ちょっとギャラボさせてくださいとか言って。
てあの「電話変わります」とか言って「初めまして」とか言って「ぜひよろしくお願いします」とか言ってこうやってギャラもさせていただくには今電話するしかないと思って、あの電話すごいしますよね、あの酔うと。だから俺と一緒にいる時じゃなくても誰かと一緒にいる時に今度僕に電話する時があって、あの工藤官九郎さんから電話して、工藤官九郎先生そうでした、作品でぜひとも魚島さんと共演させてくださいの何の前触れもなく、何の前触れもなく、本当にこれは大変失礼いたしました、いやいや、誰が迷惑してることじゃないんで、みんな、ね、結果を持ってハッピーになってるってことなんで、オールハッピー、オッパピー、オッパピー、オッパピー、やったあとね、コラボじゃない、一緒に出たわけじゃないんですけど、はい、あの僕がさかなクンのモノマネで、あ、そうです、あの色モネ屋とか、ね、はい、なんかのモノマネの番組で、モノマネ僕全然レパートリーがなくて、さかなクン顔の系統が似てるってありがとうございます言われてたんで、あ、でもあの自分もフェイスブックさんで、はい、魚島さんとツーショットとか、あの撮らせていただいた時の魚紹介すると、はい、兄弟みたいと、わあ本当は嬉しいとか思って去年ね、房総の館山の方で、あ、そうでした、出てくれて、被害があった時期だったので、そこのね、学校とかを、市長さんとね、3人で一緒に、そうなんですよ、魚島さんが、あの台風10漁業の後に、大変な思いされてる皆さんを元気づけようと来てくださったんですね。いや、だからその、まあ僕も一応千葉出身なんでね、何かしたいなと思いつつも、ネットワークがね、あんまり、なくて、でもやっぱさかなクンすごいなって思うのが、そういうかその市長さんとつながってたりとかネットワークがあるから、いや、もう本当に地元でしたんで、はい、本当に魚島さんに同じ千葉県のつながりがあるので、はい、いや本当に嬉しかったです。いやいや、こちらこそ声をかけてくれてありがとうございます。いや、ありがとうございます。そんなの関係ねえようですね、子供たちがみんな、もう本当に魚島さんの力っぷりをお子さんもみんな表現されてて、でそれをすごく強く感じたのは、さかなクントークショー、さかなクン講演会なのに、子供たちがみんな、さかなクン関係ないってやってるの、これはさかなクン講演会だよって言ってて、さかなクン関係ねえよ、今、世の中はこういうことになってるんだっていう、まあ、真似してくれたっていう印象ですね、なんか PTA で禁止になりましたから、なんかその言うこと聞かなくなっちゃって、あ、そんなの関係ねえって言っちゃうんですか、関係ねえっつって、こう、先生の言うこと聞かないから、PTA で禁止になったっていう、まあ、学校もあったそうなんで、自分がネガティブな感情になったりはなんか困難な時にそんなの関係ねえでこう、そうですよね、使っていただきたいんですけど、まあ中にはそのいう何かしなさいよに対してそんなの関係ねえよって言っちゃう人も、使い方なんですね。武田鉄矢様が送る言葉はもう絶対自分はお酒飲んだ時とかそういう時は歌わないんですってテレビでおっしゃってたのを、はい、そんなに思いをかけてらっしゃるんだなって思ったんですけど、なんか今、はい、あ、僕はでもお酒飲んでもいい、いやいや、そうなんですね二人にとってテレビとはというお題がおー、すごい、テレビとはどうでしょうね、吉本さん、僕にとっては、まあ、小さい時から、はい、まあすごく、まあ、大好きで、まあ、バラエティとかも見てましたし、はい、まあやっぱ影響力は今でも大きいかなとは思うんですけど、はい、でもやっぱり一時期よりもそれがなんかね、なんていうか分散されて、こういうね、うん、YouTube で発信する人も増えましたし、その人気の YouTuber がテレビに出るみたいな時代になってきているので、はい、なんですか、テレビ、いやー、テレビ、なんかもう自分にとっては魔法の箱みたいな、なんだこれ、本当のそのテレビってことです、それはテレビの箱、あ、ごめんなさい、機械的なことじゃなくて技術者の発言じゃなくてと学びますし、テレビで夢ができたり、テレビを見て、はあ、こんな方がいるんだとか、いろんな発見もあったり、はい、学べて感動して夢ができて、いろんなきっかけをいっぱい届けてくださるんで、教育者みたいな、なんかいろんなことを教えてくれるような、その YouTube とかは、まあ、割とその自分で選んでみるじゃないですか、はい、テレビは割とそのまあつけたら流れてる、まあなんとなく朝ねテレビつけて流れてくる情報って、なんか割とそのまあ自分は別に意識してこう聞いてないけど、いや、そういう情報が、この情報良かった、こういうことあるんだっていう自分のその意識の外からもこう
情報くれるとか、本屋さん行った時みたいな、意識してない部分の欲しがってる部分をもしかしたら教えてくれる一面もあるのかなとか。そうですよね、思いますよね。魚くんは何見るんですか？あ、私はですね、やっぱりもう魚なんですね。魚なんですね。だからあのちっちゃい時は、はい、もちろんドリフターズさんとかひょうきん族さんも大好きで、タモリさんが昔あのNHK さんでウォッチングという番組を持ってらっしゃって、はい、動物の学者さんと対談方式で真ん中にテレビがあって、はい、で先生って一時停止して、これは何ですかって、あ、これはタコのロートといって口に見えますけど、これは墨吐いたり卵を産むんですよ。おお、そうなんですねって、対談方式でテレビで教えてくださるので、一緒にタモリさんと学べるようなすっごい楽しい番組があったんですよ。ああ、面白いですね。はい、だからもうテレビの新聞欄見て、わあタコって出てみるとか思って、うん、タコで検索かけます、自分の。はい、テレビの新聞欄、タコないかな、タコないかなって、タコタコタコ。はい、次世代を担う、はい、お子さんにはどんなことを伝えたいでございますか？伝えたいこと、はい、いっぱいある中でも、はい、特にこれだっていう、はい、いや、やっぱりこう思いやりですかね。ああ、なるほど、思いやり、さすがでございます。吉本さん、思いやりなんですね。なんだここの屋根重いな。これ思いやり、思いやりですよ。あ、やめて、バカバカバカ。最近思うのは、やっぱ何かね、人がチャレンジするじゃないですか、はい、でチャレンジして失敗してしまった時とかに、はい、まあ、割と今ってそれに対してこうみんなが責めてしまう社会がちょっとあるじゃないですか。ああ、そうですよね。そういう時こそ周りがそんなの関係ねえって、はい、関係ねえよ、うん、なんか失敗してもそんなの関係ねえって言ってあげられる、うん、そういう社会がいいですね。いいなって思ってます。そうですね、なんか私もなんか思うんですけど、どんなお仕事でも、うん、やっぱり相手のことを思ってらっしゃる方ほどかっこいいなぁ、うん、はあ、こうやって人に届けるお仕事なんだっていうのがやっぱ伝わってきますよね、はい、結局多分それがまた自分にも返ってくると思いますし、うん、他の方が喜んでくださる顔を思い浮かべてお仕事すると絶対こうやる気にもつながると思いますし、続けることができるって思うんですよね。人が嫌がることをするお仕事なんてないと思うんですよね、はいはい、なかなか。その何かしらの形で人が結果喜んだり幸せになれたりっていうことを、どのジャンルでもそういうお仕事があって、はい、日本も世界も成り立てるのかななんて思うんですけど、うん、そしたらもう本当にもうオールハッピーですよね、うん、おっぱっぴー。はい、これですね。覚えなきゃ。覚えなきゃし、こんなに話してて、おっぱっぴー知らなかったですか？いやいや、最後のポーズです。そうでしょ、俺も結構話しましたよね。さかなクン。まとめたい！まとめたい！大丈夫、大丈夫！まとめたいよ！まとめたいんだよ！